こんにちは、野本です。今日は本の宣伝をさせていただきます。難しくない物理学というタイトルで本を書きました。私は物理というのはとても難しいと思っています。これは物理学者への敬意も込めてそう思います。そうそう簡単には理解できないと思っています。で、まあ、学問というのはみんなそうでしょうし、簡単に理解できたらつまらないという話もあるかと思うんですけれども、やっぱり物理においては数式かなと思います。私は本当に数学が苦手で、毎回おえってなるし、しょっちゅう間違えるし、やってもやっても全然答え出てこないっていうことしょっちゅうあって、本当に嫌になっちゃうんですけどね。それで難しいなって思います。で、私の尊敬する物理の先生がおっしゃるには、数学が苦手な人なんていないっていうんですね。っていうのは、数学っていうのは論理力だから、物を抽象化して考えるとか、共通項を見つけるとか、その関係性を見抜くとか、この物に名前をつけるとかっていう行為がもう数学じゃないかっておっしゃるんですね。だからみんな普段の生活の中でしょっちゅう数学やってるんだから苦手な人なんていないってこうおっしゃってくださるんですけど、それでもまあやっぱり式を解くとかってなってくると難しいなって思います。で、物理をやるには数学が必須ですから、やっぱりそこが物理を難しくしている一因かなというふうには思うんですね。でも、この難しいからといってもう物理には触れないんですっていうふうにするのはすっごいもったいないって、それは本当にそう思います。なので、この難しくない物理学ってすごくいいタイトルだなって思ってるんですけど、これは出版社の方が考えてくださってね、しかもこんな素敵な形に仕上げてくださってすごく感謝してるんですけれども、物理っていうのは本質をつく学問ですから、こう生まれてきたからには知りたい、理解したいって思うことの一つが、やっぱりこの世界はどうなっているのかっていうことだと思うんですよね。で、物理学っていうのはそれを満たしていく学問ですから、これは面白いに決まっていると。で、その面白いなっていうところを表現できたらいいなと思って、いつもこうして動画をやっているんですけれども、なのでいつもですね、本当にこう見てくださる方、コメントくださる方、本当にありがとうございます。すごく嬉しくて、すごく励まされています。ありがとうございます。で、この本においてもですね、その物理の面白いところとか、あと私はいつも美しいと思っているので、その美しさだったり、物理のかっこいいところとかっていうのを詰め込んだつもりです。で、前回リーゼ・マイトナーという物理学者のお話をしたんですけれども、マイトナーが自分がこの美しく調和の取れた世界のほんの一部に過ぎないと感じることがどれだけ気持ちの良いことかっていうふうに言っていたらしくて、私これすごく共感するんですね。物理学を勉強していると心が豊かになるって思ってるんですけど、この中喜びの感情が湧いてくるとか、そういう心の動きがすごくいいなと思っていて、で、まあ、そういうのを味わうことの一助にこの本が役立ったらいいなというふうにも思っております。はい、で、これAmazonとかで買えるので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。